山部秀彦は、日本の数学者。兵庫県足足市出身。山部武彦、例の逸夫として生まれる。神戸市中、第三高等学校を経て、1944年、東京帝国大学入学。1947年に、東京大学卒業。その後大阪大学に行く。1949年大阪大学助手。1951年、講師。 1952年から2年間プリンストン高等研究所研究員。1954年大阪大学から理学博士号を取得。1954年ミネソタ大学助教授を経て、1957年準教授。1958年大阪大学教授。1959年再びミネソタ大学。 1960年ノースウェスタン大学教授。同年11月雲幕下出血で死去。山辺は、伊相軍、リー群の構造を研究しヒルベルトの第5問題の解決に貢献したことで知られる。その後、変微分方程式、力学系、微分幾何学の研究に移る。微分幾何学では、友形幾何学における変分問題である山辺の問題が有名である。 また、山辺不変量、山辺不老、山辺定数などに名を残す。山辺は様々な主題について18編の論文を残しており、ラルフ・フィリップ・ボアズ・ジュニアの編集により、全業績が単行本として出版されている。2008年現在、数学研究に依然として影響を与えていると評されている。ありがとうございます。